思った以上にこれじゃない感がすごいんよね、自分の中での。竜宮城って感じよね。皆さんおはようございます。ただいまのアイラトーン時刻は2023年1月2日月曜日の午前11時44分です。では本日のお知らせです。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。どんなお客様が遊びに来られたのか、お会いするのが楽しみですよね。それでは本日も楽しい一日になりますように。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、そっか、こういうちょっと季節感めちゃくちゃ無視した格好になっとったんやっけね。それじゃあ、まあでも今から仕事に行く予定やけん、やっほー、おかえりアイナ、事務所で匠さんに挨拶してきなよ。了解です。この間もおらんかったっけ、気のせいかな。おはようございます。おはようアイナちゃん、今日もいい一日にしましょうね。じゃあ早速働こうと思います。アイナちゃんどうしたの、お仕事する？します。オッケー、お仕事を始めるのね。むしろこっちに来た方が暑い格好をするっていう。今日もよろしく。反対やね。おーし、それじゃあ筋トレで暑くなった体をキーンと冷やしたいぞ。なるほど、いつも海を感じられるようなお部屋で過ごせたら素敵だな。うんうん、海ね。あとは別荘を小さな出版社みたいにできないかな。出版社、出版社がどんな感じかよくわからんな。サッカー一筋の日々を送れるとこで過ごしたいな。サッカー、仲間と集まって豪華で楽しいパーティーを開きたいね。ふんふんふん、海辺のスポーツがいつでもできたら最高なんだけどな。海辺のスポーツってなんだ、ビーチバレーしか思い浮かばんねえけど。あと何？ビーチフラッグとかもスポーツか？どうかな。いつも海を感じられるようなお部屋で過ごせたら素敵だな。こっちかな。うん。すみません、ぼーっとしていました。不動産関係のお仕事をされている方なんですね。今私別荘が欲しいなって考えていまして、お話聞いていただけますか？キャ。何あれ、後頭部リボンついてる？お聞かせください。え、本当ですか？善は急げと言いますから早速お願いします。キャ。お世話になります。キャ、私の希望としてはこういう感じなんですけど。お、竜宮城、そういう感じ。タコリーナ様、ふんふんふん、なるほどです。素敵なイメージですね。ではアイナちゃん、ロケーションを選んで差し上げてちょうだい。私のイメージはなんかあの水族館的な感じやったけん、ちょっと違うんやけど。なるほど、竜宮城的な感じか。え、どんなんだ。まあでも海。岩場の方がいいかな。こっちよりかはこっちやな。よし、この岩場で。あ、なんかここも。なんかちょっとね、隔絶されとる感じが。ここは？なんかこれもいいような気がする。どうしよう。でも岩場なかなか使わん気がするけん、こっちにしよっか。良さそうな場所ですね。早く現地を見てみたいです。キャ。それではタコリーナ様、良さそうな場所も見つかりましたし、あとは現地で進めてまいりましょう。アイナちゃん、タコリーナ様を現地にご案内してね。了解です。はい、到着。こんな感じの場所です。わー、いいところですね。ここが私の別荘になるなんて、どんな感じになるか楽しみです。キャ。それではどうぞよろしくお願いしますね。
竜宮城か。とりあえず待って、まあ家を変えるやろ。どうかな。あ、でもこれか竜宮城こういう感じよね。で屋根、シャチホコ乗せる。金、いやー黒、銀、赤、なんか赤とか、うん、赤かな。壁、なんかこういう感じじゃない？違う？こっちかな。あー、わからんでもこっちかな。あー、なんかいいね、いいね、いいね。これかな。ドアは？ドアはあれか、四角いんか全部。うん、なるほどね。どんな感じかな。収穫、この辺かな。和風？白、黄色、赤、茶色、黒、黒っていうか漆塗り、茶色かな。ドア飾りは、貝殻、いや別にいらんかなはい、これで真ん中にドンと。んで必ず置きたいのは貝殻のテーブルと貝殻のスツール、アクエリアスの水がめ。竜宮城のイメージのテーブルってさ、こんな感じじゃなくて、なんかもっと、でかくて長いやつなイメージやけど。え、そういう感じじゃない？でも外にもなんか置きたいね。あ、消波ブロックいいやん。消波ブロック、適当に置いて、置いて、あっち側にも置くか。こっち側1個しか置けんかな。いや、こんな感じで。まあ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 。まあいっか。んで？ヨット。ね、亀は？亀。亀はないん。絶対外亀置くべきやって。全然おらんやん。うわー、信じられない。信じられない。オーダーもなー、なんか結構、って感じよね。貝殻のランプ。これも外に、適当に置いていくか。飾り付けとしてね。本当はなんか巨大なワカメみたいなのも欲しいんやけど、そんな格はなかったよね。まあいっぱい飾り付けていきまして、んで、あと、貝殻のベッド。いや、まあ外はまあこんな感じでいっか。しじみだな。まあ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 。で、中ね。で、必ず置きたいのがこれ。じゃ、とりあえず、壁紙は？竜宮城やったらこれじゃない。王朝の壁。あ、でも水中。いや、でもな、竜宮城の中やもんね。壁よね。王朝の壁、王朝な床。なんか床違うな。星の砂、砂浜、ラタンの床。いや、で、どう？海の底。
いや違うな、やっぱ床はいるよね。ラタンの床とかでいっか。んーで何これ、南の島のラタン、なるほどね。じゃあここでまあおもてなしされよる感、これなんか若干亀っぽくない？貝なんやけどさ、若干ね。この辺でおもてなしされよる風、亀に、亀に、そこは乙姫様にとかよね。でも乙姫様っぽい、全然おらんや。3、5、4、10、巻き貝、2枚貝、夏の貝殻、すんごい適当に。まあ、いろいろとね。適当すぎか。この辺のはあれやっけ？踏んづけて通れるやつやっけ？適当に散らばしとこうっと。ね、床に。多分踏んで通れるはずやけん。んーで、あ、これスツールなんか。じゃあもう片方にも置いとこう。で、貝殻のベッド、でかっ。そっか、ベッドやもんね。そりゃ寝れんといかんけん、これぐらいの大きさあるか。思った以上にでかかったけんびっくりしたんやけど。待って、これ手前に置いとこっかな。あれ、サンゴどこ行った今。どこに置いたんかが全く。あそこね、なるほど。この手前にさ、隙間めっちゃいっぱいあるのに全然置けんのムカつくんやけど。そう、ここに置いとこっか。あとはなんかそんなによね。貝殻のオルゴール、これは思ったよりちっちゃかったな。まあオルゴールやもんな。そんなもんか。オルゴール置いて、あ、いやでもな、え？難しいな。ひょ、これさ、窓から魚が泳ぎ寄る感じも出したいんやけど、そんなことできん、ねえ、そんなことできんもんね。水平線。違うん、水中。どちらかといえばこっちだけど、これとこれを組み合わせたいんよ。お家の壁のこの窓の部分から、あの魚たちが見えてほしいんやけど。でもなんかあっという間に終わりそうな気がする。今回のやつ。え、だってそんなにね、あのなんか、このオーダーの中自体もそんなに多くないし、置けそうなものもなんか限られてくるやん。めっちゃ。なんか乙姫様っぽい感じの服ない？なんか、中華っぽい、ドレスっぽい、ん？なんか今、全然違ったわ。みじんもっぽくなかったわ。ないんか。全然ないやん。和風やし。もうこれより下、あ、でもこの辺、ワンピースに。突入したか。なんとなくこの辺のチャイナでいいかな。もうちょいなんか違う感じのがいいんやけど、ないね、さすがに。じゃあまあチャイナで。違う、壁に飾りたかったわけじゃないんすよ。どこ行った？はい、チャイナ。この辺のもうちょい。邪魔だな。
自分が置いときながらあれやけど邪魔だな。これもう一個いるかな、実際に座るようで。この辺に。んで、なんかごちそうっぽいものが欲しい。ごちそう、ごちそう。え、どんな感じ？そんなごちそうっぽいもの。周りが魚たちやっていうのに、お寿司出されてもよね。でもあれ、竜宮城のさ、何？おもてなしの食べ物って何があるん？全然知らんねえけど。魚料理じゃないよね、さすがに。チャイニーズティーセットとか出しとこう。なんか結構、思ったより幅取る気がする。そして、まあでもな、それっぽい感じに見えるのが、特上握りとかで。めっちゃなんか、仲間の仇みたいになるかもしれんけど。まあまあまあ、こんな感じでいっか。よし。めっちゃなんか音楽流れよるなと思ったけど、そっか、あれオルゴールやっけ？でももうこんな感じじゃない？私的にはもう以上って感じなんやけど。ただ、竜宮城かと言われれば、別に。絶対もっとうまく表現できる人おるよ。ただ私の中では、こんな少ない家具ではそんなに再現できないかな。あと、これを必ず使えって言われたらね、このテーブル。私のイメージもすでにそれじゃないし。はい。どうでしょうか？完成しました、多分。多分今までで一番早いと思う。わー、ありがとうございます。いえいえ。思った以上にこれじゃない感がすごいんよね。自分の中での。竜宮城って感じよね。これからね、なんか増えたりとか改良できるようになったら、まあ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 。キラ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 な別荘で大満足です。あなたと一緒にもっと見ていたいくらいです。もしお時間があったらお帰りになる前に別荘の写真を撮っていきませんか？キャ。はい。ふふ、私が写り込むのはちょっと恥ずかしいですけど、たくさん撮ってくださいね、キャ。じゃあまあとりあえずあそこに座ってもらって。え？こっちを向いていただきたいんですけど、あれはもしかしてあっち向きなのか。いやでも座れるね。食べろよ寿司を。寿司を食べろって。でこれでとりあえずまあカメラどんだけどんだけ撮りたい場所ないんだって感じの部屋やけど、これで、まあ私の頭をちょっと消せば。顔、もうちょっと喜んで。よし。オッケーオッケー。これが竜宮城って言い張るわ。で、普通にさらっと出てきてしまった。はい、何でしょうか。帰ります。そうですか。よかったらまた顔を見せに来てくださいね、キャ。ぜひぜひ。おかえり。その様子だといい仕事ができたみたいね。マジで？
めちゃくちゃ納得いってないけど。それじゃお給料の1万2000歩今日受け取ってちょうだい。あざす。アイナちゃん聞いて、2階建ての別荘を施工する準備が整ったの。お、2階建て。2階にもお部屋があれば寝室にしたり、趣味に落ち込むスペースを設けたり、いろいろできそうでしょ。ハウスシェアをされるお客様にもきっと喜んでいただけると思うのよね。あ、もうそれこそやんね、あの狭い空間、まあ広くできるけど。でもね、なんか狭苦しい感じになるやん、壁とかつけても。絶対1階2階で分かれた方がいいよ。今後は別荘作りを提案するときに2階を作るかどうかも考えてみて。もちろんすでに別荘をお持ちのお客様にリフォームの一環として2階の増築を提案してもらっても OK よ。っていうかむしろじゃんじゃん提案しちょうだい。ほうほう。2階建ても提案できるようになった。作りごたえがありそう。すごいな、どこまで増えるんやろ。地下とかもそのうち増えるんかな。自分の家ぐらいの感じの増えるかな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんかどん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 機能とかね、できることが増えていくんやけど、マジでどこまで増えていくんだ。謎なんやけど、まあでも自分の家でできることは大体できるようになるってことかな、別荘でも。